私のアドバイスを受けるつもりが、なんでこんなことになっちゃうの？今さら言っても仕方ないっしょ。ねえ、みんなはリズムさんの結婚ってどう思う？いいんじゃない？若すぎるってことはないのかな？そんなことないっしょ。うちの親が結婚したのはパパが18歳でママが16歳の時だし。へえ。私、今回のことが作詞のヒントになるような気がするんだ。ラブとか二人の絆とか。うん、なんかモヤモヤとしたイメージはあるんだけど、うまく言葉にできないの。でも今はカノンさんのことを何か考えないと。兄弟でベタベタするのって他人が見るとあまりいいものじゃないって分かってもらうのは。あ、それだ。自分のしてることってなかなか自分じゃ分からないもんね。どこかにベタベタな兄弟っていないかな。いたー！